糸崎美代です。今森光彦日本の里山から考える写真を撮る理由という話をしようと思いますけども、昨日ね、昨日っていうのは2024年の8月3日なんですけども、東京都写真美術館に、展示を見に行ってね、で、まあ、3つ、やってたんですけども、そのうちの1つがこの日本の里山展、今森光彦さんですね。でそれについて話をしようと思うんですけども、ちなみに今9月29日までやってるので、まあ夏休みにぴったりの企画なので、皆さんも、ご覧いただければと思いますけども、まあ、今回ちょっとそのオープニングレセプションに行きそびれて図録をもらいそびれたんですね。でまあその、まあ、実は今森さん結構著作権に厳しいという話も伺ってて、図録なしでね、その私の話芸だけでその今森光彦の写真論についてね、語ってみようと思うわけなので、まあラジオ感覚でね、聞いていただければと思うんですけども、まあ、大変にね素晴らしい写真でね、私は改めて感銘を受けたんですね。でそっからその写真家が写真を撮る理由というのは一体何かっていうこともね、考えてみたんですよ。でちなみに今森光彦さんっていうのは、まあ、一応私は一方では昆虫写真家の端くれなので、まあ、昆虫写真家今森光彦っていう認識が最初にあったんですけども、だんだんその昆虫写真家の枠から外れて、里山写真というねそういう分野を開拓して、その分野で、の第一人者に、なったんですね。だからその、まあ、今回の日本の里山もね、昆虫写真もありますけども、やはりその日本の里山というのをねこう全面的に、押し出した、まあ、企画展 で作品の点数も随分多いしね、見応えがあったんですね。で一応今森光彦さんの経歴をざっとおさらいすると、1954年生まれで今69歳ということなんで、私より10個ぐらい上の世代ですね。それで、ウィキペディアに写真家切り絵作家って書いてありますけども、で弟さんの今森洋介さんという人も画家なんですね。で僕自身はね今森さんの写真集ね、昆虫記とあと世界昆虫記っていうのが福音館書店から出て、まあ、大型の写真絵本ですね、それを持ってたんですけども、そこにねイラストが添えられていて、あこの人随分絵が上手い人だなというふうにして思ってたんですね。まあ、そもそも写真撮る人ってね、まあ、絵が上手い人も多いし、まあ、私もそうですけども、絵から写真に来た人っていうのは多いので、まあ、なるほどなというふうにしてそこで思ったりするんですけども、だから、まあ、そうやって結構幅の広い方なんですね。で今回のその日本の里山展ですけども、僕自身の興味は昆虫写真から入ったので、そこから里山写真に行っちゃった今森さんっていうのはあんまりこうウォッチしてなかったっていうかね、そっちの興味は私はなかったので、あんまり見てなかったんですけども、今回その日本の里山というね東京都写真美術館で、まあ、随分大規模な回顧展で力が入ってますけども、それ拝見するとやっぱりなかなかすごいなっていう風にしてね改めて思うんですよ。だからそれは私の自身の写真というね、まあ、私も写真撮りながら写真というものに対して認識が、徐々に変わってきたので、そういう目で改めて今森光彦さんの里山写真というのを見ると、以前とはねその見方が変わってきてるというのもありますけども、やっぱりこうまず風景写真っていうのはこういうもんなんだなっていうのはね、まあ、思うわけですね。で、まあ、一つはだからそのねやっぱりこうなんていうかねエッジがすごく立ってね、すごくキラキラ してるんですね。まあ、すごい抽象的な、言い方ですけども、で、まあ、構図も綺麗で非常に整っているわけですよ。だからそのまあ優れた写真というのはその分野は違っていても、まあ、共通してその、まあ、要素があるんですね。それっていうのはその、まあ、キラキラしてるとかね、粒立っているとかね、そういうふうにして抽象的にしか言えないですけども、確かにそういうものはね
あって、今森光彦さんの写真からそれが非常に感じられたということと、あともう一つはその写真を撮る理由ですね。今森光彦さんがなぜ里山を撮るのかっていうのが、それはその直接文章を、読んだわけじゃないし、今森さんがどういうふうに述べているのかわからないですけども、その僕なりのその写真史、美術史、歴史認識の中で浮かび上がってくるのは、まずね、その横山大観っていうね、日本画の画家がいるんですね。でその人は、戦中戦後に、戦前戦中戦後にかけて活躍した人ですけども、富士山をね描き続けた人なんですよ。でいろんなパターンの富士山を描いて、でそれぞれね違う富士山描くのですごく面白いし、写真を撮る人にとってもね、そのやっぱり同じ題材でありながら、同じ富士山の題材でありながら、いろんな引き出しで絵を描くっていうところでは参考になると思うんですよね。で一方でその横山大観がなんで、富士山を描き続けたかというと、それは富士山そのものが日本の象徴なんですね。日本国の象徴なんですね。でその明治以来、その要は江戸時代からね開国して、そしてその、国際社会の中にこう日本という国家が巻き込まれることになって、ね、日本は日本国っていうね、日本国っていう国家を作り上げないと、そのヨーロッパ諸国の植民地になってしまうわけですね。だからその、頑張ってその日本国とはこうあるべきというね、そういう理想をその、いろいろ問題があるにしても頑張って、戦前の日本人、その明治以降の日本人は作ってきたわけですね。でその中で横山大観はその国家としての絵画ですね。だからそのそれ以前の富士山の絵画っていうと、江戸時代の葛飾北斎の富嶽三十六景なんかが有名ですけども、それは言ってみれば庶民の楽しみのために、富士山を描いたわけですね、葛飾北斎はね。でもそのやっぱり時代が違ってしまってね、近代になって国際社会になって文明開化だっていうと、やはりその同じ富士山を描くにしても、その富士山っていうのは日本国の象徴なんだというところで、やっぱりその国民にね、国民国家っていうね意識を持たせるというね、その意味も込めて横山大観は富士山を描き続けたわけですね。でところがその、結局はその太平洋戦争に突入することになって、日本はね、で、それで敗戦することになるんですけど、そうするとその左翼思想が台頭するということもありますけども、やっぱりそのお国のために命を捧げたりとかね、そういうのは良くないんじゃないかっていう風潮が出てきて、それでその結局その国家ということよりもその個人の自由っていうことが、言ってみればその芸術アートの表現の、主流になるわけですね。それは写真もそうなんですけども、でもそのそうやってその個人の価値観が一方ではそのバラバラになると、その小さくなって、一つ一つが小さくなって弱くなるんじゃないかっていう、そういうその、ジレンマもあるんですね。でそんな中で今森光彦さんの、日本の里山を見ると、まずね、この人はだからその、まず日本の国土と、それとその風土、自然、そしてその昔からの営み、伝統的な営みを愛しているんだなということがよく分かったし、そういうものをその里山という言葉に象徴させて、表現しているんだなというのが分かったんですね。だからやっぱり今森さんの、里山写真を見ると、写真の良さもさることながら、写真を通じて、そっか、日本の国土ってこんなにいいところなんだなっていうね、そういうことがね非常に再確認できる、写真群なんですね。だからその実はその現代アートの世界だと、その沢良宜という、美術評論家が、
日本現代美術というね本を記して、でその中で日本というのは悪い場所なんだと、で自分たちがその悪い場所にいるというそこを起点に何かを表現すべきだというね、そういう主張をして、でその中から出てきたのが村上隆なんですけども、そういうそのやっぱりそのマイナスなネガティブな、自己卑下するようなね、言ってみれば敗戦アートですね、そういう流れとは、全く違う、自分の国土を改めて見直すというね、日本国は素晴らしいというね、そういうことをまず日本人が自覚して、そして今外国人観光客日本に訪れていっぱい来てますけども、外国の皆さんにも日本の良さを知ってもらうというね、そういう意味でね、非常に意味のある、お仕事をされていると思うんですね。で里山っていう言葉自体もね、それまではそんなに知られてなかった言葉だったんですけども、今森光彦さんがその具体的なイメージをね与えながら、広くみんなにね知らしめるようになったと、いう概念なんですけども、これはだから完全な自然じゃないんですね。でウィキペディアによると、里山とは集落一里に隣接した結果人間の影響を受けた生態系が存在する山を言う、深山の対義語ということに、なってるわけですね。だから深山っていうのは、深い山と書きますけども、これはだからその、全くの本当の自然なんですね。荒々しい自然ですね、人が分け入ることができないような、自然なんですけど、それに比べてその里山っていうのはだから田んぼに隣接している野山 でそういうところに結構たくさんの生き物がね集まってくるんですね。でそれはその日本の伝統的な風景だったところがその近代化都会化によって、急速に失われていくとともに、そういう、日本のもともとの良さにかえって注目が集まるようになるわけですよね。だから一方で日本の観光客が訪れるのは、毎度の宣伝で恐縮ですけどね、私の写真集日本の嬉しい場所にあるように、浅草とかね、新宿とかね、原宿とかね、そういう都会ですけども、日本の都会楽しいですけども、でもその、奈良や京都にも観光客たくさん来てますけども、奈良あたりだとねやっぱり里山っていうのはあるんですかね。だからそうやってそのいろんないいところがあるというのが、日本の国土の素晴らしさ、文化の素晴らしさ、自然の素晴らしさ、そして里山の素晴らしさなんですね。だからそのやっぱりね、今森光彦さんの日本の里山というね写真展改めて拝見して、その単にその個人の写真表現というよりも、何か今森さんなりにねすごくこう大義というか社会的な使命というかね、そういうものを背負って表現しているように、思えたんですね。でだから実はその芸術とかアートとか写真を含めてですよ、それはいろんな意味があるんですけども、やっぱりその個人的な表現という側面はありますけども、もともとはそのもともとで言うとね、その芸術の起源で言うとね、それはその古代のピラミッドであるとかスフィンクスであるとか、でその前の古代メソポタミアですね、ジックラトってね、ピラミッド、それこそエジプトのピラミッドみたいな、建造物が砂漠のど真ん中に残ってたりするんですけど、あと巨大な石像とかね、つまり国家の偉大さを示すのが、芸術の最初の、あり方だったんですね。でだからそれが唯一正しいというわけではないですけども、現実の、芸術の源流に、国家の偉大さを示すという、ね、そういう役目があったんですよ。でそこからいろいろ分化して、今はその個人の楽しみ、個人の表現、個人の内面の表現、唯一の私の表現という、それはそれでそのアートの写真の、重要な要素ですけども、今森光彦さんはやっぱり今森光彦さんの固有性、視点があって、優しい視点、あとはその美に対するね非常に鋭い視点が、ありますけども、それとやっぱりその、
何かやっぱりね、日本って本当にいい場所なんだっていうところをみんなに知らしめて、で日本人に、つまりその、敗戦後遺症という言葉があって、ね、僕らはその直接敗戦を経験していないけども、でもその敗戦気分というのがこう文化的な遺伝子としてね、受け継がれていてね、なんかこう日本全体がその自信を失ってしまっているというそういう側面があるのでね、やっぱり日本人に自信を持ってもらいたいというのは、私の思いも同じなんですね。だからまあそういうふうにしてポジティブな、日本の嬉しい場所と、ね、いうタイトルをつけましたけども、だからこの日本の里山というのはね、その、自分に引き寄せて考えてるっていうのはそうかもしれないですけども、やっぱりね、その日本の良さをね、改めてみんなに知ってもらうというその使命を帯びていると、ね、だからそういうことが写真表現の一つの目的としてありえますよと、いうことなんですね。だからそれはその、特に意識しているしていないにかかわらず、やっぱり写真を撮るっていうのは多くの場合ね、自分がいいなと思うところを撮るわけですね。都会にしても自然にしても、人にしてもね、自分の家の中だってそうですよ。自分の家の中でお子さん撮るにしたって、いい場所、いいもの、楽しいもの、ポジティブなそういう気持ちで撮るわけですね。でそれがだから本質的に、大事だとね、というふうに思いましたと、いうお話をさせていただきました。ちょっと抽象的で分かりづらいところもあったかもしれないですけども、ぜひね、その今森光彦さんのね写真展見に行ってほしいのと、それと見に行けない人もね、今森光彦どんな人なんだろうと思って画像検索するだけでもいろいろ写真出てきますしね。あとね、私が今日挙げた横山大観ですね、横山大観も絵描きとしてはすごく面白い人なので、ぜひ画像検索してね、やっぱりね、検索してね、自分で調べるっていうのはためになるし面白いんですね。だから今回私はその和芸だけでね、話だけで、やっちゃいましたけども、皆さんそれぞれね、調べて確認して、で写真展もぜひ、ご覧いただければと思います。以上です。チャンネル登録ね、徐々にチャンネル登録者数伸びておりますのでよろしくお願いします。あとコメント欄ね、何でもお書きいただければと思いますので、そこからまた新しい動画ね、できるかもしれないので、よろしくお願いいたします。